科学写真のノーベル賞ともいわれるレナート・ニルソン賞を日本人で初めて受賞。2008年には紫綬褒章を受章した昆虫写真の世界的権威、栗林聡さん、御年75歳。小型昆虫の摂写技術を確立し、昆虫の生態写真を40年にわたって撮影し続けてきた栗林さんが集大成として立ち上げた悲願の映画。3年の月日をかけてドイツ医療機器の内視鏡カメラを独自に改良し、世界で唯一の特殊小型カメラを開発。撮影日数は430日を超え、今もなお続いている。向こうは言うこと聞いてくれないでしょ。とにかく絶対ね、僕も40年以上付き合ってるんだけどね、こいつは言うこと聞いてくれないんですよ。だから向こうに合わせるしかないんです。その辺が難しいですよ。大自然を舞台に、弱肉強食の中で昆虫たちが繰り広げる熾烈な生存競争。誰も見たことのない壮大で神秘的な世界へあなたをご案内します。世界初、特殊カメラで昆虫の世界を撮影した超ド迫力ネイチャーイベント